今年度宮崎高校サッカー部の監督になりました小泉圭司です。よろしくお願いします。宮崎高校は伝統である運動量、球際の強さ、攻守の切り替えの速さに加え、ボールをしっかりとつなぎ攻撃の形を作ることを大切にし、チームで一体感を持ち、全国高校サッカー選手権大会で35回目の出場を目指します。またルーキーリーグにつきましても強豪チームと戦うことができるので、しっかりと結果を出したいと考えています。よろしくお願いいたします。